面白かった。何度見ても最高だぜ。何見てるの？あ、ジュラシックパークね。私も見たわ。霊夢はどの恐竜が印象に残ってる？やっぱり、エリマキトカゲみたいな恐竜かしら。ディロフォサウルスだな。でも、映画で描かれている姿は嘘なんだ。嘘？それってどういうことよ。実際に存在したディロフォサウルスは全く異なる容姿だってことだぜ。ほんと？詳しく教えてよ。最初に、霊夢がジュラシックパークで見たディロフォサウルスは、どんな姿だったか教えてくれるか？やっぱり一番の特徴は、エリマキトカゲのようなルックスよね。体格は私たち人間と同じような高さで、怒ると首のフリルを広げるわ。でも、小さいから、どちらかというと可愛い恐竜よ。そうだな。でも残念ながら、霊夢の思っている姿はほとんど嘘だ。あのエリマキもないし、毒も吐かないしあんなに小さくないぜ。ええー、そうなの？じゃあ一体どんな姿だったっていうの？ディロフォサウルスは2億年前から1億8300万年前の、ジュラ紀前期に生息した、獣脚類恐竜だな。映画のディロフォサウルスと全然違う姿じゃない。実際のディロフォサウルスは、映画よりもはるかに大きいぞ。なんと、全長は最大7メートル、体重は最大400キロから450キロもあるんだ。ちょっと待って、もはや違う生き物よね。全然可愛くないわ。実際のディロフォサウルスは、成長したティラノサウルスレックスの約半分ぐらいの大きさなんだ。だが当時の大型恐竜の一つであり、北米で知られていた最大級の肉食恐竜だぜ。でも、毒も吐かないんでしょ？そこまで強くなさそうだわ。確かに毒は吐かないが、ディロフォサウルスを舐めちゃダメだぞ。同じような体格をした恐竜も積極的に狙う、頂点捕食者だったことが、いくつもの研究から明らかになっているんだ。頂点捕食者って何？天敵や捕食者がいない肉食動物のことだ。例えば、イリエワニは世界最大の爬虫類にして頂点捕食者だぞ。そして、百獣の王としても有名なライオンはアフリカの地上捕食者の頂点に君臨してるぜ。つまり、ディロフォサウルスも生態系のトップだったってことね。そうだ。ディロフォサウルスは、毒とは別の武器を持っていたぜ。肉食恐竜であるディロフォサウルスは、口の中には鋭い歯が多く並んでいるんだ。下顎は、手前の方は細くなっているが奥は深くなっていて、ほとんどの歯は、魚歯と呼ばれるノコギリのような歯になっているぜ。恐ろしい。そんな歯で噛まれたことを想像すると、ゾッとするわ。霊夢の言う通り、魚歯は肉を切り裂くのに役立ったと考えられてるぞ。キャー、切り裂くって怖すぎ。そして首は長く、椎骨は空洞で非常に軽い。腕は力強く、手には4本の指があるぞ。最初の指は短く鋭い爪がついているんだ。足は頑丈で、足の指にも大きな爪があるぜ。引っかかれたら致命的な傷を負いそうよね。人間だったら、すぐに命を落としそうだわ。毒を吐かなくても、十分恐ろしいだろ？ディロフォサウルスという名前は、二つのトサカを持つトカゲという意味があるぜ。ジュラシックパーク内で唯一正しく書かれた特徴だな。トサカって、鼻の上から頭にかけて生えているやつのことかしら？そうだ。トサカは明るい色をしていて、クジャクや鳥類の羽のように、メスへの求愛や、ライバルへの威嚇に使われていたと考えられているぞ。二つのフリルじゃなくて、二つのトサカがトレードマークってことね。トサカは、二枚の薄い骨で鼻孔から眼下の上を通って頭頂部まで伸びている。この薄い骨が、ケラチンによって拡大されたと考えられているんだ。あのフリルが嘘だったのは、ちょっと残念。夢を壊された気分だわ。そうなんだ。映画の印象が強すぎてジュラシックパークの姿を知る人が、本当の姿を知るとかなり衝撃的だよな。映画の中では、人間より小さいディロフォサウルスが、最大級の恐竜ってことだけでも衝撃的よ。ディロフォサウルスの真の姿が分かったところで、ここからはどうして異なった姿で描かれたのか説明するぞ。やったー、楽しみだわ。映画ジュラシックパークのディロフォサウルスが、事実とは違う姿で描かれたのには、理由があったんだ。どんな理由があったの？まさかディロフォサウルスだけを、未来系レアキャラクターにしたかったのかしら？ははは、そうだったら面白いよな。実は、これまでの研究に理由があるんだ。研究に理由って？今から説明していくぞ。この理由を聞けば、霊夢も納得するはずだ。なんだか、すごい秘密が隠されてそうね。マリサ、早く教えて。霊夢、そんなに慌てるなよ。落ち着いてくれ。なんで未来系レアキャラクターみたいな姿で描かれたのか気になるのよ。初めて、ディロフォサウルスの化石が見つかったのは1940年だ。アリゾナ州チューバ市での近くにある、アメリカの先住民ナバホ族が住む地域で発見されたぜ。ねえマリサ、ナバホ族って誰？妙にいかつい名前だけど、ナバホ族は、アメリカの南西部に先住するインディアンだな。
ディロフォサウルスの化石の一部を最初に見つけたのは、ナバホ族の、ジェシー・ウィリアムズさんだぜ。ふんふん。それでそれで？発見から2年後、ウィリアムズさんは、化石をカリフォルニア大学バークレー校の古生物学者に見せたんだ。その時、その場にいたサミュエル・ウェルズ氏が、後の1954年に新種として記載したぜ。化石が見つかってから15年経って、ようやく動き出したって感じね。まあ、結構長い月日が経ってるよな。その化石を使って、ディロフォサウルスの復元担当チームが骨格を作ったんだが、完全な骨格を作るには、もちろん足りるはずがない。そりゃそうよね。化石は一部なんだから。さて、ここで霊夢に問題だ。復元チームは完全な骨格を作るためにどうしたと思う？何よ急に。勝手にクイズ始めないでよ。わかったわ。復元チームの想像で作った。惜しいけどちょっと違うな。実は、アロサウルスという全く別の肉食恐竜を真似して骨格を作ったんだ。それって、想像で作ったのと同じレベルよね。なんか、嫌な匂いがプンプンするわ。ちなみにアロサウルスは、1億5500万年前から1億4500万年前の、ジュラ紀後期に生息した獣脚類恐竜だ。確か全長が8メートルから15メートル、体重3トンに及ぶものもいるのよね。その通り、大きくて凶暴な性格の肉食恐竜だな。ウェルズ氏は1954年と1984年に論文を発表しているんだが、どれが本物の化石でどれが石膏なのかを明らかにしていないぜ。まさかと思うけど、区別ができないまま、この骨格を使って研究したんじゃないでしょうね。霊夢、その通りだ。この謎の骨格と、ウェルズ氏が発表した、二つの論文が元になって研究が進んでいってしまった。そして、ディロフォサウルスの情報に混乱を招くことになったんだ。そりゃそうなるわよ。だってその骨格は、ディロフォサウルスでもアロサウルスでもないんだから。挙句の果てに、当時時間と資金を費やしてまで研究をする人もいなかったため、ディロフォサウルスの解剖学的構造の混乱は、数十年もそのままになっていたんだ。間違った情報で、そのまま放置されたわけね。長い間ディロフォサウルスの真の姿は不明なままだったが、2020年7月7日、古生物学者のアダム・マーシ氏が、最新の研究内容を論文として発表したぜ。2020年、つい最近じゃない？ということは、ジュラシック・パーク作成時は、ディロフォサウルスの研究が、まだ混乱状態だったってことか。そういうことになるな。ディロフォサウルスの研究は、あまり進んでいなかったものの、化石自体はその後も発見されていたんだ。マーシ氏は、1964年以来未記載のままだった標本を含む、様々な情報を包括的に研究したぜ。へぇ、80年間でちょっとずつ、研究材料が揃ってきたってことか。そうだ。様々な情報をもとにマーシ氏が研究して、やっとディロフォサウルスの真の姿にたどり着いたんだ。マーシ氏の研究は、実に7年にも及んだらしいぜ。7年って、生まれたての赤ちゃんが小学校に入学するわよ。7年も同じ研究を続けるなんて、私には無理だわ。マーシ氏に感謝ね。マーシ氏の地道な研究のおかげで他にも分かったことがあるんだ。ディロフォサウルスには機能があったことも分かっているんだ。機能って何？鳥類が備えている呼吸器官のことだ。実は、鳥類は一方向流の呼吸という呼吸法で、酸素の循環を行っていて、これが活動量を大きくしているんだ。一方向流の呼吸？もしかして、鳥は息を吐くだけってこと？それはない。もしそうだったら新種生物だぜ。恐竜の呼吸は鳥類と同じ一方向流だったことが、ほぼ確実にわかっているぞ。鳥類の祖先は恐竜って言われているくらいだから、鳥類が受け継いだ体の仕組みの、一つと言えそうだな。なるほど。それで一体、どんな仕組みなのかしら？鳥類の肺の前後には、前機能と後機能がある。鳥は空気を吸うことにより気管支を通り肺に空気を取り込みながら、高機能にも空気が入る。ふむふむ。息を吐くと、肺の空気が全機能を通して吐き出されると同時に、高機能からは、空気が肺に送られるため肺には常に新しい空気が入ってくるんだ。つまり、空気を吸うときも吐くときも肺には新鮮な空気が取り込まれるってことね。その通り。人間のように次の呼吸まで待つ必要がないぜ。超ハイテク呼吸法ね。人間も一方向流呼吸だったらよかったのに、もっと活動範囲が広がっていたかもな。ちなみに、毒を裏付ける証拠は一切見つかっていないぜ。マーシ氏の長年の研究でも証拠が出なかったのか。残念ながらな。でも映画だけじゃなくて、ゲームやフィギュアでも、エリマキトカゲみたいなルックスで、毒液を吐きかけて麻痺させるとか、間違った姿で、描かれているわね。なんでかしら？そのようなイメージは、映画ジュラシックパークから得た、ニセディロフォサウルスってことだ。ちょっと待って。マリサ、おかしなことがあるわ。なんだ？
ジュラシックパークで描かれていたディロフォサウルスは、小さかったじゃない？間違った研究結果で生まれた、アロサウルスの化石を元に映画を作ったなら、かなり大きい恐竜が描かれたはずよ。それに、エリマキトカゲのようなルックスはどこから来たのかしら？それについては、今から説明するぜ。一番気になるところだわ。なんで世界的に有名な映画で、嘘の恐竜を作り上げたのよ。そもそも、ジュラシックパークの元となったのは、作家マイケル・クライトンによる1990年の小説ジュラシックパークだ。毒を吐く発想は、原作小説の作家クライトンの発案だぜ。映画化は1993年よね。元が小説だったなんて知らなかったわ。小説の中でディロフォサウルスを、細身の体で毒を吐く恐竜として描いたのは、過去の研究で、弱い顎と繊細なトサカを持っていたとされていたためではないかと、マーシ氏が語っているぞ。そうよね、研究結果が間違っていれば当然イメージも異なってくるわ。映画のメイキングブックでは科学的真実性からの唯一の重大な逸脱、として認められ、アニマトロニクスを作成した。スタン・ウィンストン・スタジオに関する本の中でも、映画に登場する恐竜の中で、最もフィクション化されたものとして認められている。つまり、創作構想が非常に多い恐竜だったのね。想像力豊かな作家らしい発想だわ。さらに美術部門が、エリマキトカゲのように折りたたまれた首フリルを発案したぞ。確かに、フリルっていう発想は美術部らしいわよね。最後に、容姿が似ているベロキラプトルとの混同を避けるため、ディロフォサウルスを 1.2 メートルで表現したんだ。見分けるためだったのね。まあ確かに映画ってフィクションだから、創作構想があって当然よね。そうなんだ、創作があるからこそ楽しめるしな。ただ、実はジュラシックパークで描かれていた恐竜の中には、他にも真実の姿と異なる恐竜がいるんだぞ。そうなの？知らなかったわ。どの恐竜かしら？さっき出てきたベロキラプトルだ。ディロフォサウルスとの混同を避けるために、ベロキラプトル側も姿を変更したのかしら？まあそう焦らずに、まずはベロキラプトルについて聞いてくれ。約8300万年前から約7000万年前の白亜紀後期、東アジアにあった大陸に生息していたぜ。小型の肉食恐竜で、全長約 2.07 メートルだな。例えると、コヨーテ程度の大きさだ。コヨーテって、犬とキツネを合わせた感じの動物よね。監督のスティーブン・スピルバーグはベロキラプトルという、名前を気に入って、映画に使用したみたいだな。なんですって？もしかして名前しか使われてないの？ああ、ベロキラプトルのモデルとされたのはデイノニクスだ。デイノニクスは、約1億1500万年前から1億800万年前の白亜紀前期に、生息していた有番目ドロマイオサウルス科の代表的な肉食恐竜だ。1億年以上前ってすごいわね。想像もできないわ。デイノニクスは全長 3.5 メートル前後、体重は100キロ前後だな。明らかにベロキラプトルとは大きさが異なるわ。このことからもわかるように、創作が加えられたのは、ディロフォサウルスだけじゃなかったってことだ。なるほどねー。ただ、さっきも紹介したように科学的真実性からの唯一の重大な逸脱、最もフィクション化されたと言われるだけあって、一番真実の姿とかけ離れて描かれたのが、ディロフォサウルスだったわけだ。フリルと毒を吐くってだけで、インパクトが強すぎだものね。この強めのインパクトのおかげで、映画の中では少ししか登場していないのに、多くの人に印象を残した恐竜だったわ。そうだな。ディロフォサウルスは、ジュラシックパークを見た人が想像するより、はるかに大きな恐竜だったってことがよくわかったわ。あまりにも違いすぎて、衝撃的だったけど。今でも、ディロフォサウルスにはフリルがついてるって思っている人も多いようだ。この動画を見て、本当の姿も多くの人に知ってもらいたいわね。そうだな。それに他にも真の姿を知らない、古代生物がいるかもしれないな。ますます古代生物への興味が高まったわ。ふむふむ、ジュラ紀後期ではアロサウルスや、トルボサウルスといった肉食恐竜が覇権を握っていたのね。お、霊夢、どうしたんだ？今ジュラ紀後期の恐竜について調べていたのよ。お、それならケラトサウルスという恐竜を知っているか？ケラトサウルス？知らないわね。一体どんな恐竜なの？とても面白い特徴を持った、中型の肉食恐竜なんだぜ。あら、それは気になるわね。よし、じゃあ今回はケラトサウルスについて紹介していこう。じゃあまずは、ケラトサウルスの基本的な情報から教えてくれるかしら？よし、わかったぜ。ケラトサウルスは、約1億5300万年前から約1億4800万年前の中生代ジュラ紀中期から後期にかけて、現在の北アメリカ大陸とアフリカ大陸に生息していた獣脚類の恐竜の一種だぜ。ふむふむ。
ところで獣脚類というのは何だったかしら？獣脚類というのは恐竜の種類の一つで、ティラノサウルスのような、陸生肉食動物史上最大級を誇る大型肉食恐竜から、ベロキラプトルのような、軽快な体つきをした小型肉食恐竜を含む、多様なグループのことを指すんだ。なるほど、随分たくさんの種類の恐竜がこのグループに入りそうね。その通りだぜ。詳しい説明は今回の獅子とは外れるから、ケラトサウルスの説明に戻るぜ。そうね、続きをお願いするわ。ケラトサウルスは、全長 4.5 から6メートルほどの個体が多かったが、最大で9メートルにまで成長する個体もいたとされているんだぜ。ふむふむ。でも肉食恐竜としては、そこまで大きなサイズじゃないわよね。その通りだな。この動画の冒頭で名前が出た、アロサウルスやトルボサウルスよりは一回り小さい体をしていたんだ。ちなみにこの2種は全長10メートルを超える個体も珍しくはなかったんだぜ。やっぱりアロサウルスって大きいわ。惚れ惚れしちゃう。主に狩りの標的にしていたのは、アパトサウルスなどの、大きめの草食恐竜がメインだったようだな。それはイメージ通りね。そしてケラトサウルスは他の獣脚類にない、変わった特徴を持つ恐竜なんだぜ。それはさっきも聞いたわ。それって一体どんな特徴なのかしら？よし、じゃあ次からはケラトサウルスの体の構造について説明していこう。ケラトサウルスという名前は角を持つトカゲを意味しているぜ。角を持つトカゲ？そうなんだ。ケラトサウルスの特徴である頭頂部の角が由来となっている。加えて、目の上にある突起、背中に並ぶ骨状の板、発達した上顎の歯、これらがケラトサウルスの主な特徴だな。結構たくさん特徴があるのね。でもやっぱり一番気になるのは、頭頂部の角の部分だわ。そうだよな。じゃあまずは、そこから解説していこう。実はこのケラトサウルスの角は、角というよりはトサカに近いものなんだ。トサカ？鶏とかの頭にあるトサカのこと？その通りだぜ。この角は狩りや戦闘に使われていたものではなく、同種のライバルへの牽制や、異性へのアピールとして、使われていた可能性が高いんだ。つまり戦うための武器ではなく、自分を魅力的に見せるための道具だったのか。おそらくな。そして、この部位こそがケラトサウルスの名前の由来なんだぜ。角のあるトカゲっていう名前なのに、トサカみたいってなんだか面白いわね。もっと戦いで使えるような、頑丈な角を想像していたわ。確かに名前の由来だけで見ると頑丈な角を想像するよな。だがこういった見かけ倒しの飾りは、多くの獣脚類に見られる特徴なんだ。あら、そうだったのね。ちなみにケラトサウルスの近縁種には、進化の過程で、実戦に頼る頑丈な角を獲得した種類もいるんだぜ。戦いに使えるっていうのは、大きなアドバンテージになりそうだわ。このような角状の突起を持つ獣脚類はいくつか知られているが、背面に骨盤を持つ獣脚類は、ケラトサウルスのみなんだ。それは確かに変わった特徴と言えるわね。また、ケラトサウルスの頭骨化石には、角の部分にシワのような凹凸が見られ、角の表面をケラチンと呼ばれる角質が覆っていた可能性も指摘されているぜ。へえ、化石一つでそこまで推測ができるなんてすごいわ。まあ、証拠となる化石はまだ見つかっていないんだがな。恐竜の姿って想像するしかないから、ある程度はしょうがないわよ。名前の由来にもなった角よりも、ケラトサウルスの特徴を際立たせていたのが、体格に見合わないほどに発達した、サーベル状の上顎歯なんだぜ。そんなに発達していたの？ああ。この上顎歯だけで言えば同時期を生きたアロサウルスよりも長く、狩りの際には獲物へ致命傷となる裂傷を与えられたと推測されている。あのアロサウルスよりも、アロサウルスはケラトサウルスよりもかなり大柄なのに。そうなんだ。したがってこの歯は、ケラトサウルスの大きな武器だったと思われるぜ。なかなか強力な武器を持っていたのね。ケラトサウルスは前足には4本の指があったが、そのうち爪があったのは3本目までだと考えられており、二足歩行で動き回っていたと考えられている。そのあたりは、他の獣脚類と一緒だわ。かつてはカルノサウルス類とされ、アロサウルスと同種と考えられていたが、双方には異なる点が多くあり、近年新種として分類されたんだ。なるほど。姿が近いとされているアロサウルスよりも小柄でありながら、歯は薄く切れ味が良く、手足の爪も、アロサウルスより鋭かったと言われているぜ。じゃあ、獲物となる草食恐竜からすると、アロサウルスと同じくらい脅威だったんでしょうね。そうだろうな。それじゃあここからは、ケラトサウルスの生態と餌について紹介しよう。ケラトサウルスは、主に草食恐竜を餌にしていたんでしょう？ああ、その通りだぜ。ケラトサウルスは同時期に生息していた、アロサウルスやトルボサウルスに比べると、体が小さかったのはさっき説明したよな。ええ、それは聞いたわね。それが理由だからかは不明だが、ケラトサウルスは自身よりも大きな獣脚類との競争を避けるため、
彼らとは違った獲物を狙っていたと考えられているんだ。確かに、体の大きいアロサウルスなんかと直接獲物を取り合うのは分が悪いもの。でも、どうしてそんなことがわかるの？体の構造から、ある程度の推測ができるからな。アロサウルスら大型の獣脚類は、大きく強靭な体と長い足を特徴としており、開けた地形を速く走ることに適応していたと、考えられているんだ。ふむふむ。速く走れれば、それだけ獲物を捕らえるチャンスが増えるものね。ああ、そうだな。それに対してケラトサウルスは、水辺の近くでの狩りができるように進化したと考えられ、水泳に適応したワニのような尾を持っていたんだ。加えて、柔軟な構造をしていたと考えられているんだぜ。水辺近くでの狩りということは、魚とかも獲物だったということかしら？おそらくな。このような体の特徴から、竜脚類や剣竜などの草食恐竜を獲物にしながらも、水辺ではハイヨ、カメ、ワニなどの水生の獲物を飼っていたと考えられている。ワニまで獲物だったの？それはすごいわ。要するに、状況に応じて獲物を飼えていた、ということね。その通りだ。ちなみに最近までは、半水生で水の中での生活も、可能だったのではないか、なんてことも言われていたぜ。言われていた？ってことは、そうじゃなかったってこと？ああ、2019年の研究でこの説は否定され、単純に他の獣脚類よりも、水生の獲物を狩る能力が高かっただけだと発表されたんだ。そうだったの。でも随分最近のことね。恐竜の研究は常に続けられているからな。ひょっとしたら、ここまでの話も、これからの研究で全く違った話になる可能性もあるんだぜ。大昔の生物の研究だし、それは仕方ないわよ。それじゃあここからは、ケラトサウルスの発見の歴史について説明していくぜ。わかったわ。最初にケラトサウルスが発見されたのは、1883年のことだな。アメリカのコロラド州カニョン市で農夫によって状態のいい体全体の化石が発掘され、これがケラトサウルス最初の標本になるんだぜ。150年も前じゃない。見つけた人はびっくりしたでしょうね。この化石は、骨がまだ互いに接続された状態で関節状に発見され、頭蓋骨を含めて、ほぼ完成した状態だったんだ。それって珍しいことなの？そうなんだぜ。椎骨や肋骨、右腕や左足の大部分が欠損していたが、そもそも化石というのは、全身で発見されることが少ないからな。これだけ状態がいいものというのは、非常に稀で貴重なものなんだぜ。全身の化石を見つけるってものすごく大変なことなのね。発見された場所は、モリソン層の最も豊富な化石遺跡の一つと考えられている。ケラトサウルスが発見される前から、この採石場からは多数の、恐竜の化石が発見されていて、注目を集めていたんだ。待ってマリサ、モリソン層って何よ？モリソン層は、アメリカ西部で発見されたジュラ紀独特の堆積岩で、北アメリカで最も豊富な恐竜の化石の供給源となっている場所だ。そんな場所があるのね。最初の発見からしばらくは、ケラトサウルスの化石は見つからなかった。しかし、1960年代初頭にアメリカのユタ州にある採石場で、古生物学者のチームが、頭蓋骨を含む断片的な化石を発掘したんだ。久々の発見だわ。最初の発見から約80年も経ってるじゃない？この時に発見された化石は、現在発見されているケラトサウルスの、標本の中で、最大のものの一つになっているぜ。へぇ？かけらでもいいから、肉食恐竜の化石を発見してみたいもんだわ。その後、1976年にはアメリカのコロラド州フルータ近郊で、頭蓋骨が完全に近い、大型の標本が発見されたんだ。ちょっとずつ増えてきたわね。でも見つかってるのはアメリカばかりだわ。アメリカ以外での発見はなかったの？1920年頃にドイツでいくつかの恐竜の脊椎が発見されていて、2000年頃の研究で正式にケラトサウルスのものだと発表されたぜ。発見されてから頸椎の持ち主がわかるまで、80年近くもかかっているわ。他にはタンザニア、ウルグアイ、スイスでもケラトサウルスと思われる、部分的な化石の発見が報告されているが、ケラトサウルスであるという証明はされていないんだ。そのうち、ケラトサウルスだった。ってニュースが聞けるかもしれないわね。ここまでケラトサウルスについて説明してきたが、ついてこれているか？ケラトサウルスがどんな恐竜かよくわかったわ。それならよかったぜ。ちなみにケラトサウルスは、ジュラシックパークシリーズに登場したり、生存説があったりと、話題が尽きない恐竜なんだぜ。何それ？ものすごく気になるんだけど、教えて教えて。まずは、ジュラシックパークシリーズでのケラトサウルスについて見ていこう。最初の登場はジュラシックパーク3だ。本編の終盤にスピノサウルスの糞から衛星電話を探す、主人公、グラント博士の前に登場したんだ。
主人公の前に登場したってことは、そこから息の詰まる追いかけっこが始まったんじゃない？普通そう思うよな。ところがそうはならなかったんだ。え？そうなの？そのまま追いかけられるかと思いきや、ケラトサウルスは、糞をした相手がスピノサウルスだと気づくと、その場を立ち去ってしまうんだ。え、それってスピノサウルスにビビったってこと？そういうことになるな。しかもケラトサウルスの CG デザインは、ティラノサウルスのモデルを有用したものだったんだ。なんだかついでみたいな扱いね、なんとも言えない気持ちになってきたわ。しかもケラトサウルスの役は本来、カルノタウルスの予定だったみたいだぜ。ケラトサウルスが今作に登場したのは、たまたま運が良かったからなんだ。なんだか残念ね。そう落ち込むな霊夢。ケラトサウルスは、最近の作品である、ジュラシックワールドサバイバルキャンプで登場し、ちゃんと活躍の機会を与えられたぞ。おお、それは朗報ね。どんな役だったの？シーズン2から、小さく機敏な動きを活かして、主人公たちを追い詰める役として登場するぜ。おお、こういう活躍を求めていたのよ。ケラトサウルスは、大型恐竜が入れない建物の中にも入ってこれるため、主人公たちを何度も追い詰めるんだ。確かにジュラシックパークシリーズでは、どっちかというと、小型の肉食恐竜が人間を追いかけているイメージだわ。作品発表時に、ケラトサウルスが登場する予定があると公表されたことから、19年ぶりの映像作品だ、と話題になったが、第1シーズンには一切登場しなかったんだぜ。それはファンからすると、悲しかったでしょうね。土壇場で出番がなくなったのか？と、悲しみに暮れるファンだったが、ある一本の動画が YouTube で公開され、ケラトサウルスの登場が確認されたんだ。おお、喜ぶファンの顔が想像できるわ。実際、ジュラシックパーク3から実に20年ぶりのシリーズ復帰に、ファンは大盛り上がりだったぜ。よかったわね。と、これがジュラシックパークシリーズでのケラトサウルスの活躍だぜ。そういえば生存説もあるのよね。早く聞かせてほしいわ。よし、ここからはケラトサウルスの生存説について紹介しよう。いくつかあるから、順に説明していくぜ。まず一つ目は1903年にカナダのパートリッジクリークという場所で、巨大な生物が目撃されたんだ。巨大な生物ですって？ああ、発見された巨大な足跡は幅75センチ、長さ 1.5 メートルもある超巨大なものだったぜ。でかすぎよ。体はどのくらいの大きさだったの？体の大きさは約15メートルほどで、黒い体をしていたそうだ。後ろ足での二足歩行で、鋭い牙と鼻先に角が生えていたらしいぞ。目撃者によるとケラトサウルスに似た特徴を持っていたらしい。確かに特徴はケラトサウルスに似ているわね。調査隊を派遣し調査を行ったが、その生物を発見することはできず、その正体はわからなかったがな。でも生きている可能性があるってだけで、ワクワクするわ。そうだよな。二つ目は、1922年に旧ソ連のカムチャッカ半島で、肉食恐竜のような生物の目撃情報があり、翌年にはその死体が発見されたんだ。それがケラトサウルスだと言われているってことね。三つ目はアフリカの山岳や森林地帯でたまに発見される、未確認生物チペクエの正体がケラトサウルスではないか？という説だな。目撃例がそんなにたくさん。このチペクエは恐竜を彷彿とさせる特徴を多く持っており、大きな体でカバ野菜を襲って捕食する姿が原住民に目撃されているんだ。カバ野菜？そんな強い動物を襲えるってことは、恐竜でもおかしくないわね。特徴がケラトサウルスに似ていることから、もしかしたら生き残りがいるかもと、言われているんだぜ。ただし、原住民によると、チペクエは12から15メートルほどの大きさらしく、ケラトサウルスの大きさからすると少し大きいんだ。確かに少し大きいわね。とまあ、これらの説がケラトサウルスの生存説だな。ジュラシックパークシリーズに登場したり、生存説があったりと、話題が多くて面白い恐竜だよな。トサカや生態も含めて、とっても面白い恐竜だったわ。今後も変わった恐竜がいたら、ぜひ紹介してちょうだい。草食恐竜ってかっこいいわよね。そうだな。霊夢はどんな草食恐竜が好きなんだ？首と尻尾が長い感じ。竜脚類だな。ふむふむ。陸上で生活していた首と尻尾が長い草食動物。じゃ今日は、ディプロドクスについて解説していこうか。ディプロドクス？聞いたことないけど楽しみね。よろしく頼むわ。ディプロドクスってどんな恐竜なの？あんまり聞かない名前よね。発見されている化石が多いから、いろいろと研究が進んでいる古代生物だ。アメリカでは、5体の全身骨格標本が組み上げられているんだぜ。全身の骨格標本ってなかなかないのにすごいじゃない？
今回はそんなディプロドクスと、その仲間たちについて紹介するぜ。仲間もいるの？ワクワクするわ。ところで、この長い尻尾って何に使われていたのかしら？首のバランスをとる、肉食恐竜から身を守る、触覚機能があったという説の他に、音を発生させて威嚇できたんじゃないか、とも言われているぜ。音を発生させるですって？もしかして、衝撃波で敵を倒したりできたんじゃないの？おいおい、ちょっと落ち着け。まずは尻尾の構成の説明からいくぜ。ディプロドクスの尻尾は、80近い尾椎で構成されている。尾椎の数は初期の竜脚類のほぼ倍になっていて、同年代の竜脚類と比較してもかなり多いんだ。尾椎の数が多いから、こんなに尻尾も長いのか。ディプロドクスの尾は、中央部分にある山形の骨も大きな特徴だぜ。この山形の骨は、地面に押し付けられた時に血管が潰れないだとか、脊椎を支えるのに有効だったのではとか考えられているな。へえ、何かしらの理由はありそうよね。ディプロドクスという名は、この特徴的な尻尾の骨から付けられたぜ。ギリシャ語でディプロが二重、ドクスが針を意味するんだ。ふんふん。それで、音はどうやって出していたのかしら？鞭がしなるみたいな感じだな。細長いものを高速で動かすと、音が鳴るだろ？巨体から発せられる尻尾という鞭、なかなかに怖い感じがするわね。ってそんな巨体が尻尾を振るんだから、やっぱり衝撃波を出せたんじゃない？他の竜脚類と比べると、確かに衝撃波が出せそうではある。まずディプロドクスは、全長27メートルに比べて体重が10トンなんだ。体長が同じくらいのブラキオサウルスは、なんと78トンと予測されてる。ディプロドクスの8倍近くの体重だわ。そうなんだ。しかもブラキオサウルスの方がディプロドクスより少し小さめだしな。シュノサウルスは体長 9.5 メートル、体重が3トンほどだな。ディプロドクスをそのまま小さくしたくらいの体長と体重の比率ね。シュノサウルスは首が短くなってきている竜脚類の一種ではあるんだが、それにしても、ディプロドクスの体重の軽さはすごいものだろ？それだけ体に対する音首の長さが占める割合が大きいってことだな。そんなに尻尾が長いってことはやっぱり、衝撃波は出せたって思っていいわよね。ここで残念なお知らせがあるんだが、衝撃波に関しては明確に否定されている。そんな、どうして、ディプロドクスの尾の構造を 3D モデル化して、プログラム上で動かすという実験によると、最高速度は秒速33メートル、時速に直すと 100km 以上という結果が出ているぜ。すごいスピードで尻尾を動かせるのね。とはいえ、これは構造としてこのスピードが出せるだけって話だな。尾の形を作ってそのまま動かすとこのスピードを出すことができるわけだ。ふむふむ。でも尻尾ってのは肉の塊ってだけじゃないだろ？骨や関節などを追加し、最高速度を出せるように計算し直してるんだな。確かに構造が追加されると、できることとできないことがありそうね。3D モデルでは3種類の肉を予測して、用意したんだ。骨の化石からだと、肉付きがどうなっているかまではわからないからな。そんなに用意したの？どんな感じの？皮膚とケラチンからなる3つの節をつなげたもの、ケラチンフィラメントをより合わせたもの、軟組織でできた、ヌンチャクみたいなものだぜ。ごくり。それで、実験結果はどうだったの？どれも最初の最高速を出すと、折れてしまったんだ。そんな、この実験により、基本的に衝撃波や音速については否定されてるな。悲しい。でも古生物はロマンの学問よ。まだ未知の構造や、他に面白い使い方が予測されるかもしれないわ。そうだな、ワクワクだけは持っていた方がいいと思うぜ。ディプロドクスって面白い生き物ね。ディプロドクスのことがとっても気になってきたわ。もっと詳しく教えてちょうだい。そう来なくちゃな。ディプロドクスは足の形や歯の形なんかも特徴的なんだぜ。変わったところがいっぱいの素敵竜脚類だったのね。ワクワク。ディプロドクスは約1億5400万年前から1億5200万年前のジュラ紀に生息していた。ディプロドクスという言葉は、一つの種類ではなく属を表しているな。ディプロドクス属に何種類かいるってことね。そういうことだ。そいつらがまとめてディプロドクスと呼ばれている。基本的には3種が知られているぜ。ロングス、カーネギー、ハロルムだ。そんなに、どんな種類がいるの？最初に見つかったのはロングスで、模式種にもなっている。発見されたのは1877年のことだぜ。だがロングスの化石は、断片的にしか見つかっていなくて全身がないんだ。ディプロドクスは全身の標本があるのよね？一番有名な全身の骨格標本がカーネギーで、全長24から26メートルと推定されている。1899年に見つかったカーネギーだが、1907年に全身骨格が作られ展示された。120年も前に全身骨格が完成してるのか？すごいわ。日本はちょうど日露戦争の後で、恐慌が始まった頃の話だな。
アメリカだってそう娯楽のある時代じゃない。ディプロドクスの全身骨格、すごく人気が出そう？実際すごく人気が出たぜ。存在感もそうだが、博物館として複製を結構出してるんだ。アメリカも広いものね。複製があればいろんな人に見てもらえるわ。アメリカだけの話じゃないぞ。ロンドン、ベルリン、パリ、ウィーンなど、主要なヨーロッパの首都にある博物館にも、石膏の複製が寄贈されてるんだ。そんないろんな国にまで？すごいじゃない？カーネギーの全身骨格は、ビッピーの愛称で親しまれていたぜ。当時の人は最初に見た恐竜はこれ、って人も多いんだろうな。恐竜、ってものの知名度もカーネギーが挙げたほどなんだぜ。ディプロドクスの中でもすごい存在感だわ。ただまあちょっとした問題はあって、頭の骨だけはディプロドクスと確定されてないんだ。だから知名度はあっても、標準種になるのは難しいかもな。名前は利権とかも絡みそうだしね。最後はハロルム。こいつはでかいぜ。カーネギーより一回り大きい、29から 33.5 メートルと考えられている。ほんとまるっと大きいわ。ハロルムの推定全長には、実はかなりばらつきがある。他の種類の骨が混ざっていたり、骨の置き方の隙間があったり、一番大きく推定されていた時では、55メートルってのもあったぜ。55メートル？すごい誤差ね。でも55メートルの復元骨格は見てみたかったわ。ディプロドクスは歯も特徴的と言ったが、歯は櫛のような形をしていたんだ。櫛って髪の毛を溶かす？そう、その櫛だぜ。あるいは鉛筆みたいな歯とも言われるな。奥歯とか噛み砕く歯は、持っていなかったみたいだぜ。その代わりと言ってはあれだが、石を丸飲みしていたことがわかっている。鳥とカニもそういう種類いたわよね。うん、そのまま飲み込んで、胃の中で石に小さくしてもらう作戦だな。誰も取れない植物をさっさと飲み込んで、あとはゆっくりと消化する。なんか牛みたいな生き方だわ。ちなみに他の有脚類も似たような歯の構造をしているんだぜ。他にも歯一本がスプーンみたいに多少草を取りやすい形をしていたりな。確かにスプーンのように丸みがあった方が、草を取りやすそうね。ディプロドクスは、歯が生え変わることもわかっている。だいたい35日で生え変わっていたみたいだな。約1ヶ月で交換なんて、まるで歯ブラシみたいな気軽さだわ。足についての特徴もなかなか面白いぞ。垂直の柱みたいな足の形になっていて、断面は馬の蹄に近い形なんだぜ。爪が1本以外欠けてるのも特徴的だな。穴を掘ったりしなかった、ってことかしら？どうなんだろうな。だがこの爪について一つ分かっていることがある。それは、他の有脚類と比べると爪がめちゃくちゃ大きいってことだ。爪が大きいなんて何に使ってたのかしら？ほんと何に使ってたんだろうな？これは、って思うものがある人はぜひコメントしてほしいわ。ディプロドクスは、50センチほどの皮膚の化石も見つかっているぜ。恐竜の皮膚って化石になるの？乾燥しきったり塩漬けになったり、分解される前に分解できる部分がなくなれば。つまりミイラ化とかにあったりすれば、皮膚がそのまま残るな。そういえば、恐竜のミイラも見つかっていたわね。ディプロドクスの鱗の形は、長方形、多角形、小石型、丸型、ドーム型、球形など様々だったようだ。へえ、思ったよりもたくさんの形があったわ。どこに何の形があったのかしら？背中に卵型の鱗があったと考えられているぜ。体の場所によって、いろいろな形の鱗が見られるという感じだな。さて、ディプロドクスについては分かってもらえたかな？ここからはディプロドクスの仲間たちについて解説していくぜ。待ってました。まずはスーパーサウルスを紹介するぜ。約1億5300万年前から1億4500万年前の、ジュラ紀後期に生息していた族だ。ディプロドクスよりちょっと後に出てきて、長く活動していたのね。体長33から35メートル、体重35から40トンと推測されているぜ。ポルトガルで発見されたローリンハネンシスと、北米で発見されたビビアイの2種類が確認されている。ディプロドクスと比べると体重が重い感じがするわね。それだけどっしりしている、ってことだな。そしてこの種の特徴はズバリ、体の大きさだぜ。当初は別の種類、バロサウルスの大型種じゃないかとされたんだが、後に別の属であると判明したんだぜ。どちらにしろとっても大きい有脚類なのね。スーパーよりさらにでかい、ウルトラサウルスが発見された、とされていたこともあったんだが、わかりやすくて良いネーミングだと思うわよ。結局ウルトラサウルスとされていた骨は、スーパーサウルスとブラキオサウルスの、ものと判明したんだな。今はウルトラサウルスという名前は消えて、スーパーサウルスの一部となったんだ。ウルトラ、ロマンだったわね。お次はアパトサウルスを紹介するぜ。約1億5200万年から1億5100万年前の、ジュラ紀後期に生息していたんだ。ちょうどディプロドクスの後の100万年間にいたのね。
体長21から23メートル、体重 16.4 から 22.4 トンと推測されている。アパトサウルスは首が少し短くて足の骨がずんぐりしているな。前肢に1つ、後肢には3つずつ爪があるぜ。ディプロドクスより小さいのにディプロドクスより重い。以前はディプロドクスと別の分類だったが、現在ではディプロドクスの赤として登録されているんだ。アパトサウルスもあんまり聞いたことない気がするわね。実はアパトサウルスも、名前が変わった竜脚類の一つだぜ。昔はブロントサウルスと呼ばれていたな。ブロントサウルスなら聞いたことあるわ。確か雷竜とも呼ばれていたわよね。そうだ。発掘当初は、ブロントサウルスとアパトサウルスの2種がいた。ところがこのブロントサウルスは、アパトサウルスなのでは?となったんだ。ほうほう。それでそれで?アパトサウルスの方が早く名付けられてたことから、国際動物命名規約にのっとって、1903年にアパトサウルスに統一されたぜ。なるほど。ブロントサウルスとアパトサウルスは同一種だったってことね。ただ統一されたって言ってもそれは分類学だけの話だ。アパトサウルスの前に、ブロントサウルスが有名になってたら、分類が変わったからといって、世間一般に呼び方も変わると思うか?ああ、確かに難しいかも。2010年代までは、まだまだブロントサウルスという名前の方が、聞き馴染みのある人が多かっただろうな。からのまたひっくり返すんだが、2015年、ブロントサウルスも属として認定されたぜ。ええ?どういうこと?ブロントサウルスとアパトサウルスの関係について、広範な研究が行われたんだ。その結果ブロントサウルスは、アパトサウルスとは異なっていて、有効な属であると結論付けられたぜ。現在ではこの結論に支持が広がりつつある。古代生物の研究は、定説がひっくり返ることがよくあるわよね。最新情報のチェックが欠かせないわ。次はブラキトラケロパンを紹介するぜ。珍しくサウルスがついてない種だな。あら、本当だわ。何か由来があるのかしら?ブラキは短い、トラケロは首を表しているぜ。パンは羊飼いと羊の群れを監視する神、パンの名前から取られたぜ。なんでいきなり羊飼いの神様が出てくるの?羊の糞から化石が見つかったとか?ブラキトラケロパンの化石が、放牧中に行方不明になった羊を探していた。地元の羊飼いダニエルメサ氏によって、発見されたからだ。ほう、なんだかロマンのある話だわ。ブラキトラケロパンは、ジュラキ後期のアルゼンチンに生息していたとされているぜ。大きさはどのくらいだったのかしら?体長は10から11メートル、体重は約5トンで名前の通り首の短い属だな。他の竜脚類とは明確に異なる、特徴がある頸椎を持っていたぜ。この特徴により、ブラキトラケロパンは背骨がかなり制限されたと考えられるんだ。ということは、あまり食べ物にありつけなかったのね。かわいそうに。そんなことはなかったみたいだぜ。当時の植物食恐竜は首の長いものがほとんどで、ブラキトラケロパンの食べていた高さの植物を食べる種がいなかったようだ。おお、それはラッキーじゃない?他の竜脚類との争いを避けるために、このように進化したと考えられているぜ。現にブラキトラケロパン以降、他の種も首が短くなっていっているんだ。へえ、流行の最先端だったわけね。争いを好まない姿は令和男子っぽいわ。お次はアマルガサウルスだ。なんといっても首のトゲトゲが特徴だぜ。ひゃあ、すごいトゲトゲじゃない?植物食恐竜とは思えないかっこよさだわ。めちゃくちゃかっこいいよな。約1億2940万年前から1億2246万年前の白亜紀前期、南アフリカに生息していたぜ。白亜紀って今回初めて出てきたわね。もしかして首が短いのかしら?鋭いな。尾は長いが、首は短かったぜ。体長9から13メートル、体重 2.6 から4トンと推測されている。何に使ってたんでしょうね、トゲトゲ。首にあるトゲは頸椎が伸びたものなんだが、何に使われていたかはわかっていないんだ。発見当初は、トゲをそのまま見せることで、求愛やライバルに対する威嚇として、使われていたと考える説が有力だったぜ。このトゲはアピールにぴったりよね。私はすでにメロメロだわ。トゲが伸び続けていた可能性や、首の前方のトゲだけが、前に向いていた可能性が指摘されているぜ。このことからも、捕食者や同種に対する威嚇が役割とされる。ほうほう。他にはどんな説があるの?骨同士をぶつけることで音を出していた説。空気を取り込むために広げている説などが挙げられているぜ。音も出せたかもしれないのか。尻尾とトゲの両方から音が出たら、かなりの威嚇になりそうね。ものすごい音が出そうだよな。ディプロドクスと仲間たちの話は楽しめたか?とっても楽しかったわ。尻尾のロマンも終わらないし、顔だってまだまだわからないことがあるわ。そうだな。もしかしたら来年には、新しい説が出ているかもしれないぜ。
尻尾の使い方がわかったら、また教えてちょうだい。ねえ、マリサ。どうして鳥は飛べるのに人間は飛べないのかしら。私も空を飛びたいわよ。進化の過程の中で、空を飛ぶもの、地上にいるものと、いろいろ分かれていったからな。私たちの先祖は空を飛ばない選択をしたんだよ。あ、鳥の先祖のことなら知ってるわよ。始祖鳥でしょ？おう、そう言われることがあるが、実は今の鳥の先祖は始祖鳥ではないんだ。え、学校で習った気がするんだけど、時が経っていろいろと認識が変わってるところがあるんだよな。今日は始祖鳥について改めて勉強し直す日にしようか。日本では始祖鳥という名前が浸透しているが、本来はアーケオプテリクスと呼ぶのが正しいんだ。ちなみにこれは古代の翼という意味だ。どうして始祖鳥と呼ばれているの？原生鳥類の祖先と思われて、そう名付けられたんだ。さっきは鳥の祖先じゃないって言っていたわよね。ああ、発見当初は原生鳥類の祖先と思われていただけで、今はそうではないことがわかってるんだ。それについてはまた後で詳しく話そう。わかったわ。ここでは始祖鳥という名前を使って説明するぞ。始祖鳥は中生代ジュラ紀後期に生きていたんだ。その時代ってどんな生物がいた時代？海ではアンモナイトが繁栄していたな。地上では恐竜が多種多様な進化を遂げていた頃だ。温暖湿潤だったから、生物はどんどん大型化していた時代だな。多様な生物が生きていた時代に、始祖鳥も生きていたのね。始祖鳥も大きかったの？始祖鳥の体長は約50センチメートルと考えられている。50センチメートルか。それって今の鳥と比較するとどの鳥と同じくらいなのかしら？カラスやキジと同じくらいの大きさだな。まあまあなサイズね。そうだな。同じジュラ紀後期の恐竜には30メートルを超える奴らがいたと考えると、当時として考えても生物として最大サイズではないな。どんな見た目なのかしら？始祖鳥は体の作りがとても面白くてな。全身が羽毛で覆われており、翼が生えているという鳥類の特徴を持っているんだ。写真を見ると、もう鳥じゃんって思っちゃうわよね。だろう？だが鳥ではなく爬虫類の特徴も持っているんだ。大きく3つ挙げると、歯を持っていること、前足にカギ爪のついた3本の指があること、尻尾に骨があることだ。わお。確かに鳥って歯が生えてないものね。でも尻尾に骨があるってどういうこと？鳥にもあるんじゃないの？鳥の尾羽に骨はないぞ。長い尻尾に骨があり、肉がついているのは紛れもなく爬虫類の特徴なんだ。言われてみれば鳥の尻尾って、ふわふわしてるだけだもんね。そう。長さも短いし、始祖鳥は鳥類の特徴も持っていて、かつ爬虫類の特徴を持っているんだ。進化の最中といったような一面を見ることができるわね。特徴はなんとなくわかったわ。でもマリサ、私が知りたいのは始祖鳥が鳥じゃないのかっていうことよ。さっきからそこをすごく気にしてるよな。もったいぶらずに話してちょうだい。わかったよ、話そうか。結論から言うと、始祖鳥は恐竜だ。そして現世の鳥とは違うグループに属するが、より広い鳥の仲間の一種ではあるんだ。より広い鳥の仲間って？まず今の鳥の特徴から教えよう。現世の鳥は鳥類といってな、くちばしがあることや、歯がないこと、羽のない羽毛だけでできた尻尾があることなどが挙げられるな。さっき言ってくれてたわよね。だが、現世の鳥類を含め、鳥っぽい生き物をくくる分類の仕方で鳥群というものがあってな。デイノニコサウルスよりも原生鳥類に近い関係である全ての獣脚類が、この鳥群に分類されているんだが、なんだか難しい話ね。でも確かに今の鳥より広い意味での鳥のくくり方があるということね。まあそういうことだな。今の鳥だけじゃなく、すでに滅んだ鳥のご先祖を含んだ鳥を含むくくりということだ。鳥群はアビアライとも言われ、これは翼を持った鳥のような動物ということを指す。ふむふむ。鳥っぽい動物が一くくりになっているのが、鳥群ということね。そういうことだ。その中に始祖鳥は含まれているんだ。さっき言ったように、始祖鳥は鳥類の特徴を持ちながらも、爬虫類の特徴も持っていただろう？なるほど。鳥っぽいけど鳥っぽくない特徴もあるもんね。そして、鳥群とは恐竜の一群を指すので、それに含まれる始祖鳥は恐竜ということができるんだ。さっきの話からすると鳥群には現世の鳥類も含まれるでしょう？鳥も恐竜ってこと？そう、鳥類という分類は恐竜の分類群に収まるような形になっているので、恐竜と捉えることも可能だ。ややこしいわね。始祖鳥も鳥も恐竜ってこと？実は、分類学的に言うと、そういうことになる。だがこれは、すべての哺乳類はもともと甲骨魚から進化したため、甲骨魚のくくりの中に哺乳類が含まれる、という考え方と同じなんだよな。
それで人間は魚だっていうようなものだもんね。それはちょっと違う気もするわよね。そうなんだ。だから感覚としては、鳥は恐竜だと一括りにするのはピンとこない感じがするよな。確かにそうね。ただ、恐竜の進化の過程の中で、始祖鳥や今の鳥類が誕生したのは紛れもない事実なんだ。現世の鳥に似ている始祖鳥だが、最も気になるのはどのくらい飛べたかどうかというところだよな。そうね。どんな風に飛んでいたのかしら？実は、始祖鳥は飛べた可能性はあるが、そこまでうまく飛ぶことはできなかったと考えられているんだ。え？スイスイ飛んでたわけじゃないの？そう。飛ぶためには、羽が左右非対称の形をしているだとか、胸筋がとても発達している必要があるだとか、条件があるんだ。飛ぶというのはかなり激しい運動だものね。そう。そして、始祖鳥がその条件を持っているかいないかということを考えた時にだな。まず羽は左右非対称で、大きな翼を持っていたんだ。つまり、飛ぶことができる翼ということだ。お、空が飛べる予感。しかし、一方で胸部の骨の形を見ると、胸筋の体積がとても小さいということが分かったんだ。翼を十分に持ち上げることができないようだな。翼はあるのに、筋肉がなかったのね。残念。そうだな。一応、羽ばたきながら走れば、飛ぶために必要な移動速度である、6メートル毎秒の速さを上回ることはできたというからな。離陸することはできただろうと思われてる。でも、飛び立ってもずっと羽を動かし続けてないと、飛び続けることはできないものね。ああ、だから飛べた可能性はあるんだが、鳩のようにうまく飛ぶことはできなかったと言われているんだ。どちらかというと、キジのように短距離を飛んでいたんじゃないかと言われてる。空を飛ぶのって、難しいのね。そうだな。あと、最近の研究で分かったことなんだが、始祖鳥の指の形状的に、木の枝を掴んで木の上に止まっていることが非常に困難だったらしいんだ。え、それじゃ木から消え飛んで、木の上で生活するのが結構難しいってこと？ああ、だから、主に地上で暮らしているんじゃないかと言われているんだ。これも恐竜らしいよな。そうね。一応飛べるけどって感じなのね。そんな感じだな。基本的には地上で暮らして、天敵から逃げたり、距離が近い場所に移動したりするときに飛んでいたんじゃないかと考えられているぞ。ちょっとだけしょぼいわね。そういえば、空を飛ぶ恐竜っていたわよね。もしかしたら翼竜のことか？翼竜は恐竜じゃないぞ。え？プテラノドンとかよ？ああ、恐竜じゃないぜ。そして鳥ともかなり遠い関係にあたるな。ちょっと、どういうことなのか教えてちょうだい。ちょこっと翼竜の話からしようか。翼竜は、約2億2500万年から約6600万年前という、恐竜とほぼ同じ時代に世界中広く生息していた生き物だ。恐竜と同時代なのね。そうだ。ちなみに脊椎動物の中で空を飛べるよう進化したのは、翼竜、鳥類、コウモリ類だけなんだが、その中で一番早く空を飛んでいたのが翼竜なんだ。初めて空を飛んだ脊椎動物たちなのね。すごいわ。翼を広げると10メートル以上にもなる巨大なものもいたんだぜ。10メートル？私何人分よ。とてつもなく大きいよな。しかも、かなりうまく空を飛べたらしく、羽ばたきと滑空をうまく織り交ぜて飛んでいたんじゃないかって言われているんだ。翼竜ってすごいわ。でも見たところ姿も似てるし、生きてる時代も恐竜と同じってことは、無関係なわけない気がするんだけど。そうだ、全く無関係というわけじゃない。どちらも爬虫類の仲間で、祖先は一緒だ。兄弟みたいな感じってこと？そうだな。恐竜と翼竜は、ラゴスクス類という共通の祖先から分かれて、それぞれ進化していったんだ。祖先は共通しているが、全く別の進化を遂げたということだな。ええー、竜ってついてるのにね。でもそうすると、鳥と恐竜の方が近いから、なおさら鳥と翼竜の距離は遠いってことね。そういうこと。でもでも、全然違うのに、翼竜も鳥類も空を飛んで生活してるのはどうして？恐竜と鳥類よりも近そうじゃない。それは修練進化のせいだな。全く異なる種でも、同じような生態系の地位についたとき、似た特徴を持つ姿に進化するんだ。へぇ？翼竜と鳥類も、飛ぶのが都合良さそうってなったから、空を飛び始めたということ？そうだな。だからこそ、すごく関係が遠くても似通ってる特徴を持つことは、おかしいことではないんだ。せっかく翼竜の話をしたから、今日鳥類の話もしようか。鳥鳥は始祖鳥と同じように、現世の鳥に似ているところもあれば、似ていないところも持っている生き物だ。以前も鳥鳥類の話をしてくれたことがあったわよね。鳥鳥類も、現世の鳥類とは少し違うの？いや、実は鳥鳥類は鳥類なんだ。ここが始祖鳥と違うところだな。え？
そうなのね。じゃあ始祖鳥よりも、分類的には鳥に近いのね。そういうことだな。だが、恐鳥類は場合によっては、始祖鳥よりも今の鳥と全く異なると言える面を持っているんだ。確か、すごく強いのよね。そう。恐竜絶滅の後に恐竜になり変わろうとして、鳥の先祖がエリのように恐竜みたいな姿になっていったんだ。恐ろしいわよね。恐鳥類は2から3メートルくらいの大きさの生き物でな。飛べない代わりに、地上で恐るべき力を発揮していったんだぜ。めちゃくちゃ強かったの？そうだな。時速50キロくらいで走れたらしいし、しっかりとした足だから、キック力も相当なものだったはずなんだ。蹴られたらひとたまりもないわね。蹴り以外にも、鞭のようにしなる首を使って、頭部ごと鋭いくちばしを獲物に向かって振り下ろす攻撃もできたんだ。大抵の動物は一撃で仕留められるだろうな。うわぁ、そんなことされたら骨にひび入りそうね。頭部の化石からすると、頭も良かったんじゃないかって言われているんだ。頭脳派でかつ肉体派って完璧すぎるじゃない。そうだな。各地で食物連鎖の頂点に君臨していたほどだったからな。でも、そんなに強かったのにどうして今はいなくなってしまったのかしら？恐竜が滅びた後の時代は、哺乳類の進化と繁栄が凄まじい勢いで進んでいたんだ。瞬発力やチームワークといった能力を持った猫科や犬科の動物たちなどの登場によって、だんだんと獲物をめぐる争いにおいて不利になっていったんじゃないかって言われてる。多様な進化を遂げた哺乳類に負ける形になったのね。そうだな。今から3000万年前くらいには、恐鳥類はほとんど滅んでしまったというからな。始祖鳥よりも最近までいたのね。でも、とても大きな力を持っていても、ずっと生き残り続けられるとは限らないということなのね。変化できるものが生き残るからな。始祖鳥が発見された時、羽毛がついているから鳥だと思われていたんだが、羽毛と恐竜という観点で見るのもなかなか面白いぜ。羽毛ね。前にもこのチャンネルで羽毛のことについて話してくれたわよね。ああ、1861年に始祖鳥が発見された時、始祖鳥には恐竜のような鍵爪や骨のある尻尾など、爬虫類の要素があったために、恐竜にも羽毛が生えていたんじゃないか？と考える人たちもいたんだ。羽毛が生えているのは鳥だけじゃないのではっていうことね。そう。それで1996年に中国で羽毛を持つ恐竜の化石が発見されたことで、羽毛恐竜の存在が確かになったんだ。恐竜に羽毛が生えていたかもしれないって話、ちらほら聞くものね。そうだな。ちなみに恐竜の羽毛なんだが、最初は飛ぶためではなく体温維持のために使われていたと考えられるんだ。もふもふ羽毛あったかそう。爬虫類なんかは、変温動物だから温度により活動が制限されてしまうが、体温調整ができたらそれよりもっと自由に行動することができるからな。寒くても頑張れるということね。そういうわけで、恐竜にも羽毛があるということが分かってきたんだ。だからこそ、かつてのような、翼状のものがあるだけでは鳥という捉え方に疑問が浮かんできたんだ。まさに始祖鳥のことね。そう、羽毛恐竜がたくさん見つかったことで、始祖鳥を恐竜と鳥の境とする見方がなくなってきたという印象はあるな。始祖鳥についていろいろなことが分かってきたわ。でも鳥の先祖って結局どんな生き物なのかしら？では最後に、恐竜から鳥がどんな風に進化していったのか、というところを教えようか。お願い。まず恐竜には長板類、竜脚系類、獣脚類がいてな。前の二つは滅び、獣脚類が残って進化が進んだ。そしてその先にケラトサウルス類とテタヌラ類へと分かれた。テタヌラ類って、面白い名前だから覚えてる。確か、ガソサウルスがテタヌラ類最古の恐竜だったわね。アロサウルスの仲間の恐竜の解説の時に教えてもらったわ。よく覚えてるな。そう、そのテタヌラ類だ。テタヌラ類の方が進化が進み、スピノサウルス類、アディテロポーダ類、コエルロサウルス類へと分かれた。前の二つは絶滅しちゃったのね。そうだな。そしてコエルロサウルス類から進んだのがティラノサウルス類とマニラプトル類だ。有名なティラノサウルスも、鳥への進化の過程の途中に誕生したんだぜ。それは驚き、だろう？次はマニラプトル類が残り、テリジノサウルス類、オビラプトル類、原鳥類に分かれる。鳥というワードが出てきたわね。そうなんだ。この原鳥類からデイノニコサウルス類と鳥類に分かれるということだ。いろいろな分岐を経て鳥になったのね。すごいわ。そうだな。獣脚類唯一、現世まで生き残っているのが鳥類なんだ。だからすごく遠い話ではあるけど、鳥は恐竜の末裔と言えるよな。始祖鳥はどこに属してるの？始祖鳥は原鳥類だな。鳥と共通した先祖を持っているということになる。奥が深いわね。進化の長い歴史の中で、鳥と恐竜どっちにも似た特性を持つ始祖鳥が現れたのは、すごく面白いことね。
現在では鳥の先祖説は否定されているんだが、恐竜と鳥の関係性を強く感じさせた存在として、始祖鳥はとても重要な生き物だったんだぜ。そうね。始祖鳥、すごいわ。知ってるか？ブロントサウルスって、その存在を消されてしまっていた時期があるんだ。だけど、近年の研究でまた復活したという経緯があるんだぜ。そういえば、昔はブロントサウルスって当たり前にいろんな作品に出てたような気がするけど、一時期あんまり出てこなかったような気がするわ。なんで存在を消されて、また復活したのかしら？そしたら、今日はブロントサウルスに関しての話をしていくぜ。わ、楽しみ。まずは先にブロントサウルスの説明だ。ブロントサウルスという名前は、古代ギリシャ語で雷と影を意味するんだ。現代では竜脚鯨類に属するんだけど、昔は雷竜なんて言われてたんだ。雷竜ってかっこいい響きね。昔の人はなんで雷竜って表現したのかしら？あまりの体重にドスンドスンと雷みたいな足音を響かせてたんじゃないかと言われてた説があるぜ。巨大竜脚類の仲間にはディプロドクスやスーパーサウルス、バロサウルスのような地上最長最大級の動物たちが含まれるんだぜ。ブロントサウルスは長く薄い首と小さな頭を持っていて、植物食性に適応していた。強靭で重いし、長いムチのような尾を備えていたんだぜ。こんなでかいムチでしばかれたらと思うと、ゾクゾクするわね。それは、どういう意味でのゾクゾクなんだぜ。生体は体重約15トン、全長22メートルと推定されていて、ジュラ紀の終わりとともに絶滅したと言われているぜ。なんでここまで細かいことが分かってたのに、存在を消されてしまったのかしら？19世紀のアメリカに古生物学者の、オスニエル・チャールズ・マーシという人がいたんだ。もともとブロントサウルスは、1879年に彼が新種として分類した恐竜種なんだぜ。ふむふむ。しかし、別の古生物学者エルマー・リップスは、1903年にマーシュの発表に対して、ブロントサウルスはアパトサウルスの若い個体に過ぎないとし、ブロントサウルスはアパトサウルスとして統一されたんだ。当時の研究で、それが当たり前とされたのね。それから長いことブロントサウルスはその名前を消されてしまったんだ。ところが、マーシュの4、500年の間に発見された標本研究と、統計学的解析の結果、ブロントサウルスは正式な種であると見直されたんだぜ。しかも、2015年に独自の属に分類される可能性があるとも発表されたんだ。つまりアパトサウルスとは全く別の恐竜という考え方になったのね。100年近くの時を経ての復活劇ね。そうなんだ。こうしてブロントサウルスの存在は復活したんだぜ。とはいえ、まだ全ての古生物学者が、その意見に賛成してるわけじゃないのも補足しとくぜ。へえ、なるほどなるほど、そんな経緯があったのね。学説ってのは時代を経てどんどん変わるからな。ブロントサウルス以外にも、もしかしたらこういう例があるかもな。そういうのももっと知れると、古生物学も楽しくなるわね。実は、ブロントサウルスを発見した、オスニエル・チャールズ・マーシュにはライバルの学者がいて、その二人についてなかなか面白い逸話が残ってるんだ。なになに、気になる。それがかの有名な化石戦争だ。戦争？すごいワードが飛び出しちゃったわね。そしたら、今度はその化石戦争について説明するぜ。古生物学者の一人目は、さっき紹介したオスニエル・チャールズ・マーシュだ。1831年、ニューヨーク州の貧しい農家に生まれ、叔父の出資で建てた、イェール大学ピーボディ自然史博物館館長を務めていた。ふむふむ、もう一人の学者というのは、1840年、ペンシルベニア州の資産家の家に生まれた、エドワード・ドリンカー・コープだぜ。フィラデルフィア自然科学アカデミーに勤めていた。斬新な論文を次々と発表して、学会の注目を集めていたんだ。ふーん、羊の正反対の二人ね。二人は1864年にベルリンで出会い、良い友人関係だったぜ。一緒に化石採集を行うことさえあったんだ。そんな二人なのになんで戦争になんてなってしまったの？二人は表向きは仲良くしていたんだが、心のどこかで相手を見下していて、徐々に仲違いしていくようになるんだ。特にマーシュは、才能豊かで、9つ年下のコープを恐れていたんだぜ。コープもマーシュに対して紳士の資格がないと感じていたんだな。人間の感情が絡むと、厄介よね。1868年、コープはエラスモサウルスという恐竜の復元図を作ったんだ。しかし、発表を急ぐあまり、骨格の再現に時間をかけることをしなかったんだ。結果として、コープは脊髄の骨の配列を間違えてしまったんだ。つまり、頭と尻尾の位置を逆にしてしまったんだぜ。これだと間違えても無理はないかもしれないけど、
しかも、マーシュはその間違いを自分が見つけたんだとしつこく発表したんだぜ。マーシュ、大人げない、小学生か。コープは論文を再発行して巻き返そうとしたが、うまくいかなかった。怒ったコープはマーシュに対してある仕返しをするんだ。コープもコープね。アメリカのワイオミング州にある、コモグラフという発掘地で、マーシュは巨大恐竜の化石を発掘したんだ。ディプロドクスなど、大量の恐竜化石を、2年もかけて発掘したんだぜ。マーシュ、すごいわね。そして、一旦作業を終えてスタッフと共に休暇を取ったんだ。なんだか嫌な予感ね。ところが、その発掘現場にこっそりコープの発掘隊が現れたんだ。そして、あろうことか現場にあった化石を持ち帰ってしまったんだぜ。コープもやることがなかなかえぐいわね。しかもその化石、ジュラ紀最大の肉食恐竜の、アロサウルスの化石だったんだぜ。これも有名な恐竜じゃない、手柄を取られちゃったのね、マーシュ。これをきっかけに両者間の化石戦争はどんどん激しくなっていくんだ。二人の競争は新聞の一面を飾るほど注目されたんだぜ。マーシュは化石発見者に賄賂を送って化石を入手したり、掘り残してしまった化石をコープに取られないように、ダイナマイトで破壊したりもしちゃったんだ。へえ、化石を破壊なんていくらなんでもやりすぎじゃない？最終的には、発掘隊同士の銃撃戦にもなったんだぜ。恐ろしすぎる。だから戦争とまで言われたのね。そうやって、お互い勝つために、ありとあらゆる手段を使った、熾烈な争奪戦を繰り広げたんだ。二人とも、そんなことしかできなかったのかしら。二人が協力すれば、もっともっと古生物学に貢献できたのではないかと言われていたぜ。しかし、実際にはお互いの足の引っ張り合いしかしなかったんだ。互いの論文に対しても、抽象ばかりで科学的な内容が薄いことから、専門誌も刊行を拒否する事態になってしまったんだ。いい大人なのに、子供じみた喧嘩もここまで来るとすごいわね。コープとマーシュのライバル関係は、1897年にコープが死去するまで続いたんだ。コープは晩年、病気を患い、化石の一部や所有していた家々を売りに出して生活していた。かわいそう。一方のマーシュも、自宅を抵当に入れなければならなくなり、イェール大学に生活費を無心せざるを得なくなっていたんだぜ。二人は、最終的にどちらも資産を使い果たしてしまったんだぜ。こんな悲しいオチが待っていたなんて、仲良くしていた頃の二人には、想像もつかなかったでしょうね。悲しいけど、これ戦争なのよね。二人が繰り広げた化石戦争は、当時の古生物学に多大な影響を与えたんだ。二人の妨害行為で行われた化石破壊は大きな損失を生んだぜ。そりゃそうだわ。貴重なサンプルをたくさん失ったんでしょうね。だけど、彼らの研究のおかげで大きな功績も残してるんだ。二人の発表した新種の恐竜は142種にも及び、現在でも有効なものが32種も残っているんだぜ。二人は憎み合ってはいたけど、化石発掘の原動力にもなっていたのね。そうだぜ。そして、発掘された化石には、現代では誰もが見たことのある有名な恐竜が含まれてるんだ。こうした化石戦争の結果、初めて全身骨格が発見された恐竜化石もあり、一般大衆の恐竜人気向上に貢献したんだぜ。現在でも恐竜人気はあるものね。ある意味二人のおかげでもあるのかもね。これで、今回の話は終わりだぜ。ブロントサウルスの話も面白かったし、化石戦争の話も凄まじくてなかなか興味深かったわ。このチャンネルではこれからも古代生物について取り上げていくぜ。面白かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。